立憲不適切ツイートに対するフェミとマスコミへの苦言。なぜか立憲民主党候補の不適切ツイートにはだんまり、がネットで話題。内容はこちら。立憲民主党候補の不適切ツイートに対するフェミとマスコミへの苦言が話題のようです。では、黒瀬ふかさんのツイートより内容を見てみましょう。黒瀬ふか。森元総理が女性がいる会議は長引くという知人の言葉を引用しただけで女性差別だと怒り狂ってたフェミニストが、なぜか立憲民主党候補の変態ツイートにはだんまり。本当にダブルスタンダードの塊ですね。しかしこれも自民党議員が書いてたらマスコミは狂ったように連日大騒ぎだろうに、立憲民主党の議員が書いてるのでマスコミは全く報道しませんね。何か立憲民主党は批判してはいけないルールでもあるのでしょうか。今回の常軌を逸したツイートに関してはフェミニストもマスコミも大きく声を上げるべきです。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。きっとマニュアルに書いてあるんですよね。叩くのは自民党系だけにすることって。本当ですね。特にマスコミは特定野党の件になると明らかに動きが鈍いですからね。マニュアルがありそうな気がしますね。次はこちら。白いの着たり青いの着たり、全くです。大臣の資質を批判するより、身内の議員の資質を問うの責任がある。こんな政治家がいてたまるか、わらわらわら。フェミトがどうとか云々の前に、精神年齢小学生が政治家すんな、わら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 。女性特化のホームページを開設し、ジェンダー平等の実現を絶賛のアピール中の立憲民主党議員の皆さん、出番ですよ。次はこちら。JK 好きだと連発している立憲民主党員。この発言は子供を持つ親として断じて看過できない。立憲民主党の議員は、国家観は言わずもがな、資質においても支持できない方ばかり。立憲民主党は日本にいりません。どんなことを言ってるのかな、と見たら予想外の外。ここまでヤバい人だとは。次元が違いすぎて草も生えないよ。この立憲民主党候補の思想、明らかに常軌を逸しすぎてますよね。最後はこちら。マスコミも取り上げないので余裕ですね。変態の身内をかばう変態の方々。立憲は愉快な人材が豊富だな。こいつといい、性高年齢男といい、迷惑スマホカメラ男といい、なぜか全く世間を賑わせることがない。立憲民主党って、そんな人たちが集まる政党、ではなく、政党なのでしょうか。結論。立憲民主党の議員って、なぜこのような常軌を逸した思想の持ち主が多く見受けられるのでしょう。ちなみにこの杉山氏、本田氏の14歳のこと成功発言を擁護するかのように、女子中学生と中年サラリーマンの純愛があったっていいじゃない。人間だもの、とツイートしているようですからね。こんな思想の持ち主を立憲民主党は容認するのですか？青と白の服で記念撮影を決め込む立憲民主党議員の皆さん、しっかり仕事をしてくださいね。よろしくお願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。